バッテン少女隊が3月20日に開催した4大都市ゼップツアーのファイナルであるゼップリバーシティ公演にて6月19日にリリースするセカンドアルバムの詳細が発表。会場は大歓声に包まれた。今回のアルバムは昨年彼女たちが見る人聞く人すべての心を踊らせることを掲げた音楽ブランド BDM バッテンダンスミュージックの礎となるような作品で、 BDM が場所や時間を選ばずさらに多くの人の生活のバックグラウンドミュージックとなるよう思いを込めて BGM と名付けられた。 CD のみの通常版と初回限定生産版の2種類の発売となり、初回限定生産版には去年末カルッツ川崎で行われたワンマンライブの模様が収録されたブルーレイの他に、アルバムに収録される楽曲のインストゥルメンタルが収められた CD 初回限定生産版専用のイベント入場券が封入された豪華な仕様となっている。この日のライブではアルバム収録の中でもヘビーなギターサウンドと和楽器のサウンドが共存。歌詞は実際にメンバーへのアンケートをもとに作られたというパンクなメッセージが大いに込められた強力なミドルロックチューン、キラーキラースマイルが初披露された。アルバムにはこのキラーキラースマイルのほか、これまでのシングル、めぐりゴーランド、無敵のヴィーナス、BDM 先行配信シングル、ロックスターズの収録が決定している。また、結成4周年を記念したイベントを横浜と福岡の2会場で開催すると同時に、念願だった九州最大の野外音楽フェス、ナンバーショット2019への出演もサプライズ発表。ナンバーショットには今ツアーでバックバンドとして帯同しているメイソン、エスパーティーを従えての出演になることも明かされている。アルバムのリリースを記念したリリースイベントツアーも日程と会場のみ発表されたので、詳しくはオフィシャル HP をチェックしよう。アルバム BGM 2019年6月19日発売。ミンシャイ版、初回限定生産版、CD2 枚組ブルーレイブックレット、専用イベントチケット、ビスル -1609-7500円税、非金シャイ版、通常版、CD オンリー。ビル -65217-2593円税、収録曲、めぐりゴーラウンド、無敵のヴィーナス。BDM、ロックスターズ、キラーキラースマイル。ライブ情報、アルバムリリース記念イベントツアー。5月25日土曜日、愛知。5月26日日曜日、福岡。6月1日、土曜日未定。6月2日、日曜日、東京。6月8日、土曜日、佐賀。6月9日、日曜日、熊本。6月15日土曜日、宮城。6月16日日曜日、東京。6月22日土曜日、大阪。初回限定生産版封入チケット専用イベント。6月23日日曜日、神奈川、横浜ベイホール、昼の部。6月30日日曜日、福岡、カラエスパシオ、昼の部。結成4周年記念ライブ。6月23日日曜日、神奈川、横浜ベイホール、夜の部。6月29日土曜日、福岡、スカラエスパシオ。6月30日日曜日、福岡、スカラエスパシオ、夜の部。